らが集まるクーニー TV。 どうもクーニーです。皆さん見てください。これは何か分かりますか？中身を開けてみましょう。よいしょ、パカパカ、ディッティーン。 IP セレクトのカタログ外限定モデルじゃ。革のキーホルダー付きだ。さあ今回紹介するのは IP セレクトのステアレザーの限定グラブです。僕のめちゃめちゃ気になってたアンティバックスタイルの HWAVE のものですね。 IP セレクトのカタログの商品だとこのアンティバックスタイルのやつは、あの十字ウェブのやつがね、カタログのやつなんですけども、僕その十字ウェブよりもやっぱこの HWAVE がですねすごく好きなんで、それのアンティバックスタイルということで今回この限定のカタログ外のグローブを買わせていただきました。でお値段はだいたい3万5000円ですね。まあ正確に言うと3万5640円で僕は買わせていただきました。買ったのはベースボールマリオさんで買いました。やっぱこの IP セレクト独特のスタイルであるこのアンティバックスタイル、両方から閉じることでフィット感が増すっていうのはやっぱりかなりね増してますね。あとこのね窓の部分がね極端に狭いですよね。ここまで狭いの僕初めてかもしれないですね。で今ここねちょうど当たってる部分が手の甲よりもやや上、手のこの上の方がここにねベルトの部分がかかってるんでね、そのおかげですごくこの浅い位置でフィットされてるって感じですね。なんで手首がすごく返しやすい、かつグローブが脱げる心配もないっていうのが結構特徴かなというふうに思いますし、まあ、あとはこの人差し指の部分、この部分にこいつが結構かかってきてますよね。これも結構珍しいと思うんですけどね、ここまでかかってくるのってなかなかないんじゃないかなと思うんですけど、このベブ下のこの部分がね、この部分がここまでかかってきてる、このはみ出しのもうほんと手前までかかってきてるんでね、ちょうどこう押さえるともうこいつをもう押さえにいくような感じになるんじゃないかなっていうのがすごい、これまた特徴ですね。あと一本一本の指が結構細い感じしますよね。皮も結構薄い感じもする、薄めなのかな、薄めにしている感じですね。それがすごく特徴的かなっていうふうに思いますし、あとなんだろうな、このグローブがなんか粘土臭い、粘土みたいな匂いしますね。素顔じゃないのかな、なんか舐めしてるのかな、すごい粘土の匂いしますね。一応これ革はあのステアレザーですので、ステアレザーをちょっと加工してんのかな、すごい粘土の匂いする、すごい。あとはもうこの窓が狭いので、こう指を出した時に僕のこのもう第1第2上から 1関節2関節2関節目にもうこの、ヘリ側の部分がもう当たるような感じですね。今のところもうそれぐらいの感じになってますね。そこまで深く履いてないんですけども、もう指の第二関節のところにヘリ側が当たるような感じですね。で、あとは特徴的なところで言うと、まあ、指股もありますね、これは。で、あとはこの糸がブルーなんですね。これもカタログにはないカラーリングらしくて、もうオーダーグローブっぽく見えるようなデザインになってますね。はい、そんで見せてませんでした、補給面はこういう形になってますね。補給面はこういう感じですね。もうあの IP セレクトのね、ここに刻印があるだけで、あとはもう全部何もなくてね、革だけっていう形で、結構 これだとねすごく広く見えるんですけども、そういうデザインも好きですね。やっぱりここになんかそのラベルとかがあるよりかは何もない方がね僕は好きですね、かっこいい。でこれは IP04131 っていう内野手用モデルなんで、閉じ方もねもうすでに初めから逆閉じになってますね。それも特徴的かなという感じですね。で一応このグローブ公式用でして、まあ、人差し指からこの部分までの 長さがだいたい 27.5cm というね小さいモデルになっております。ということで今日はカタログ外の IP セレクトの公式用ナイアグラブアンティーバックのスタイルのやつ IP04131 という型番のグローブを紹介させていただきました。こちらネットから購入できますので、ね、気に入った方はぜひ買ってみてはいかがでしょうか。それでは今日の動画は以上となります。応援コメントチャンネル登録いいねよろしくお願いします。それでは失礼します。
俺が俺にオンデマンドクーニンだ。最近ツイッターも始めたぞ。ツイッターではその日思いついたことをつぶやいたり、はたまた皆さんの質問に答えたり、またまた夜にツイキャスを最近やってるんですけども、それの開始報告だったりをしております。なので皆さん気が向いたらフォローよろしくお願いします。お願いお願いお願いします。またインスタグラムなどもこまめにアップしております。インスタグラムでは主にグローブの写真をかっこよく加工してアップしてるので、そちらもチェックしてみてください。それでは See you!